こんにちは高橋着物工房の高橋です、えー、とうとうこんなあらわな姿で登場しております <laughs> ずっと今まであと2キロ痩せたらとか言って、えー、と着付けに関しては逃げてきたんですがでも結局痩せないし <laughs> 逃げられないまあやっぱりね着物 高橋しし、ね、着物工房としましてはやっぱり帯やって着物の着付けをやらないのは片手落ちではないかっていうのはずっと思っていたけれども。 で,すね、でも、この脱ぐっていうことが、ねまあ、ご迷惑様だ,だなっていうこともありせめて体の肉を落としてからと思ったんですが、まあ、無理なので諦めてやることにしました、はい。ということで、私が日常的にどう着てるかっていうことを今からご紹介してまいります、えー、まず、ね、これ以上ちょっと脱ぐのは、ね、ご迷惑絶対ご迷惑なのしませんが。 着物ブランに関してはいつも言うように自分うちの商品でなくてもですよやはり島がこう2つあるよりは1つが絶対いいので必ず前屈90度で,です、ね、体をこれねこのぐらいだと、ね、おっぱい寄り切りませんからね必ずこう完全に体が床と平行になるように体を折ってですねあの乳房が自由に動く形にしておいてこう寄せてあげるわけですね。この顎にです、ね、向かって乳首をこう こういうふういにこう真ん中から手を入れてですねでキれをきゅっと持っておいてぐっと入れて離すとクっと入りますのでねなおさら寄りやすくなりますからねこうやってここにもうグラビアアイドル並みの割れ目をこうプンとあの飛び出していいですからはみ出してはみ出しても襟でねきちっと抑えられますから大丈夫はみ出すようにねしてえと胸を整えて1つの島にしてください。はいで 私は今日鈴子さんでねゆるりーっとしてます。あのうんと着物ブラだともっとキュッってなるんですけど、夏はそうすると暑いのでねあのやっぱり季節によってえっ、ー、とどっちを優先するか。 必ずあちらが立てればこちらが立たずになりますからそれも下着でも同じですこちらを立ててあちらが立たずねあったかい肌着を夏には着たくないですよね同じことがすべての,あのもので言えるんですねだからそれで今私は鈴子を着てますけれど皆さんはどのようにして涼しくするかはそれぞれだと思いますでウエストパッドこれよくね使い方わかんないとかあの非常にうちのパッドって広いんですね。でね 一般的なパッ,パッドというかウエスト補正というのはこの腰骨の上の細いところにつけるここにつけるように作ってあるんですねでもうちのパッドは腰骨このそけ部このそけい部というのをこう足折った時のこの折れるところねここのちょっと上くらいからあのまたがって半々でねつけていくっていうことを目指して作ってるものなのでちょっとつけ方が特殊です。でですのでこれをね 最初この幅で出した時はこの上にするとあまりにも広すぎて大変ってよく言われたんですけど今はこの位置につけるっていうことがだんだん定着してきましたでこれで何でここにつけるかっていうと骨盤のちょうどお,お腹のところとかこの腰肉のところの肉をキュッと ってあげることでですね自分の,あのお肉ちゃんも補正に入れていこうということで私、今もう中に、ね、してます、えっと鈴子の上にあのウエストパッドをしています、でえっと直にすることもあります。ですので、えっと、これ、えっとですね、後ろからこう回してきて、ですねでああ落とすでこれ L サイズです。 で私 M もできるし L もできる。まあ,あの身長164センチ、体重は言いませんけど想像してください。でどちらも使えます。でえっと。 んとその時に時々によって L にしたり M にしたりまあどういう時って、えー、夏は M が多くて冬は L が多いみたいなことだったりねなんかあの体守りたい時なんとなく L サイズに手が届いちゃったりいっちゃったりなんかするんですけどねこれ今 L サイズですパッと巻いてる上に巻くので何にも中には入ってませんけど、まあ、T 字パッドがおすすめです人気も T 字パッドなぜかっていうとタオルで補正してもいいんだけど メッシュのパッドっていうのは空気がねあのそこに作,る作られるのでちょっとねこうもわっとした暑さっていうのを感じにくいのでねぜひねメッシュパッドあ,のあったらあの試してみてください。はい、それで、えっと、こちょうどそけい部の上骨盤に半分かかる。で半分えっと えと上のところで上のところにはまあ大概ちょっとこの細くなるところの部分ですねうちであいればいれば T ジパッド、えー、と皆さんタオルを折るなら三つ折りです三つ折り三つ折りでここにあの上の方にだけ入れるですねで腰のところにはハンドタオルかなんかを別に入れるっていうのがおすすめですけどねそれを入れてちゃんと凹凸この、えー、と凸を凹凹と凸をですねちょうどですね こかませる感じでタオルがここにこのへこんだところにだけ補正が入るっていう風にして前はいらないのでここで折り返すタオルだったらで T 字パッドはここまでで作ってありますのでそれをですねこう両方の下からすくうように持ってですね一旦片手にねちょうどセンター取ったら一旦片手に握り直してねでこう縦に触ってみるんですよ。でね下をキュッて引っ張るように キュッて引っ張るようにするともうプンって肉が上がりますから腰肉とかねねそしてこう縦に触ってみてね手を取り替えてキュっと引いたままですよこう縦に触ってみてあなんかちゃんと合ってないなちょっと高さ違うなってこうやって調節してピタッと合うとこってあるものですから。 ね、体に埋め込む感じそのタオルのところをねあの T 字パートの角なら角の T のこの,この横棒のところをね埋め込むような気持ちで,で引いてちょうどこうならしてですねあいいぞいいぞ凹凸ないぞっていうことになったらこの、えっと、下側に来る方をあのこういうふうに平らに倒してで手を手を離します。でここを掴んででいきななり張るんではなくて この下5センチをね、ググーーで、グーでで、ますで。この下の、このこ下になるところを親指でクッとお腹に向けて押すんですねそしてこれをこう引くんではなくて前にこの左の骨盤の前に引いていきますここでクッてで、いつも言うようにキュッて引くとキュッと入りますからこの時にちょっと屈伸かですねジャンプをするとですねあの足に、 運動指令が行くののおこぼれが腕にも行くんでねすっと入るんです力がねなのでキュッて <laughs> キュッって <laughs> やってですねクッと締められたなと思ったら下5センチだけをねクッとこの時息を大きく吸ってお腹を引っ込めるんです。 ですね、下5センチだけ張るんですけどお腹の贅肉がくっと上がりますからこのここを守ってくれてるね砦が上にプッと上がりますんでねあの上まだね張ってないですよでここがきれいに入ったなと思ったらこのこうちょっとたわんだところとか中でねゴロゴロしちゃったところとかをねこう直してですね直してでこの上を苦しくない程度にピュッて下のここはキュッと締めるこっちはゆるりと止めるまあ 胃が出てる人はね実は胃壁が出っ放しになるのも苦しいのでねその時はね下をキュッと引いてキュッと引いてこう送っていって貼り直す。 っていうようなことをするとですね、ひたっとここがまっすぐになりますから、あの、ぜひこうなったら着付けは楽なので、まあ、うちの補正パッドで今お伝えしましたけど、自分の補正を作る時も、そんな風に考えてみたらいいんじゃないかなと。私もすでに巻いてるんで、これ取りますね。はい。で、嘘つけ襟に行きます。えっと、今日はね、ええー、嘘つけ襟でやりますね。お襦袢、えー、持ってくるの忘れたので、お襦袢ではやりませんけど、この襟をつける前に、ちょっと肝心なお話、肌着をきちっと。 といいうことをいつもお話ししてるんで栗が,がちゃんと抜けてるかなっていうことを確かめてもう一つ大事なことですね確かめたらまあ後ろにあまりぎれがないように引くんですけどもう一つ大事なことはこの肩この肩がねずずずっと例えばこう落ちてたりすると当然ですけどここここがね開きますよねでこれをね。 ちゃんとうちの場合ですよ着物の嘘つけ襟が乗るところまで上げてくださいそれでこうきちっとピタッとこれはカシュクールになってますからあの紐がないです紐があるタイプはねこれで紐を縛ってとか止めていけばいいんですがこれはカシュクールなのでこうこう体になじませてそしてえっと 下に置きますで、ね、ここに余りが私の場合出てますねこここれねカシュクールのこの快適肌着ちゃんはグラマーさんでも着られるようにしてあるのでほら胸が少ない分ここにね余る余りが多いほどまあちょっと寂しいかなっていうことなんですけどねこうやって私も余りますこれをね下にこうやってねのけておいてくださいねその上でそつきえりを首にかけます。どんんなふうにかけてもいいんですが ちょっとね後ろにマイクというかあのあれがあの線があったりしますが気にしないでください首にかけたらえっとこのままこうやって下ろしてくださってもいいですしあとね首の両サイドからエモンの木が見えてると思いますでこの見える状態でかけてでこのエモンの木を持ってですねくーっと引いて鏡を見ながらあエモンの抜きこのぐらいでいいなっていうところまで下ろしたらこのゴムベルトをくって 下に下ろすイメージで、このおへそのところに連れてくるんですね。で、パチッと止めますね。で、もしここの余りがたわんだら、ここで引きますね。で、これがおじばなので、こう胸をこう覆うようにですね。上から刺してですね。で、下に引きます。で、この時、おじばと違うコツとしては、いささかちょっと後ろ気味に入れるといいです。ここの入りがねしっかりしますね。こう被せるようにして。 で上から刺してで引くで緩かったらこの時点でねきつくしたり緩くしたりっていうことも全然できますのでねそれは問題ないです今一番えっ、ー、と細いところに入ってますでここに入れば動かないですねもしねこういう滑り台のようなこう太鼓腹のような人の場合 こここれがががずっっととどこままででも緩んで上がってくるっていうことがあります滑ってね体はすべて滑り台っていうねあのこれ名言だと思ってるんですけどどこも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 すべて滑り台ですから一番細いとこに向かってみんなこう入っていってしまうので一番細いとこに止めるのが一番いいですがこういう方の場合この上に例えば、えっと、止めるためにはねこうやって。 あの紐をちょっと当ててもらうとかこの,このベルトが滑り上がってこない判段を一度してみてください襟がどうしても緩んでしまう浮いてしまうっていう人の場合えとこのパターンが多いですもしくはこのベルトをこっちに留めちゃってる場合にえありますので必ずベルトは下ですねでもしそれでも動く方はちょっとその上を留めてみてください,はいじゃあ,あのここからえと本格的に着物に行くんですがその前に袖ですね でうちの嘘つきの場合、後ろに2つ、前に1つのテープがついてますが、初めに貼っててもいいですが、実は簡単なのはこの時点で、一番真ん中の、えー、とテープを持って、ぴゅっと手を入れてです、ねでこ、この辺にいますから、ここに適当に貼ってください、適当に、こうやって3箇所ですね、適当でいいです、後で直せばいいのでね、えー、と悩む必要はないです、ついてればいいです、ついてれば、出てこようが、引っ込もうが、後で直しますからね、ピッピッピッと。 でこれでまあお襦袢を着たっていう定になるわけですが着物いきますはいえー、っと今日ねお荷を持ってきましたというかもう何年も前に仕立ててたのに着てなかったっていうねあの可哀想な琉球ガスりちゃん <laughs> ごめんね着てなくてでねボタンしますねここボタンの場合もあるし紐の場合もありますでこの襟をねこの後ろに関してはちょっとねこうキュッてキュッて折る感じでねキュッキュッと こうね、ちょっとしごいて折り目をちょっと入れてください生地をねならしてあげる感じでねたらこの手を、ね、今こうやって上から持ってますよこうやってね上から持ってますこれをどっちの手でもいいです変えて後ろに連れて行ったらここで腰にぴょっと乗せちゃいますね乗せちゃって手をこう持ち替えますあこう見えるかなこう。 こう持ち替えますこう握ってたのをこう持ち帰るってことですね上からこういうふうにでねこれでまだ引いてますよ襟がねタルっとなるとゆる緩むとブカッとなる場合がありますからこのまま襟を引いた状態で後ろ持っていって肩に乗せてこれもずっと引いてますよ。 引いた状態で肩に乗せてくると襟折りが簡単に一発で決まりますのでここはちょっと手を抜かないでやってもらえるといいかなでね袖を持ってねこう袖を持って持って肘から入れて手まで入ったらパッと離して出せばねあのお袖ここの中で噛むことないですからねでここでセンター合わせませんどんだけずれてても構いません肝心なのはあの背中 下地め締めてからだと思うんで、この後すぐに着物のえっ、ー、ときあの下を巻いていくという方向でいきますが、まあ,あの上げたらずっと下ろしてきてですね。床と平行ぐらいだと分かりやすいかなと思います。あの夏はちょっと短い方がね。あの涼しいですし。あのゆ もう床をするくらいだととってもエレガントになるけどちょっと暑いんでね、まあ、あのちょっと床から今 1cm ぐらい浮かしてますねであの上前を決めていきますこれ深く入れればあの立ち座りした時に前がはたけなくていいですけどすっきり見えるのはちょっと前歯に持ってくると体は細く見えますですので、えー、とちょっと私の場合ちょっと深めですねこの時にこの切れをねこうこう掴んでるんですけどこう。 この切れを親指でクッと押してます、こういうふうに、こうクッと。体にね、ずっと引っ付けてるんです、こっちもです。今ね、こう上から持って、で、押してます、こういうふうにね。で、これを切れ、だから体にピッとついてる状態です。真横に動かして、上前を決めたら、残りは全部こっちに引き込みますよ。で、このまま水平移動です、単純に。で、水平移動させたものを最後にグググッと。 1 5センチから2 0センチ上げますねそしたらこのまままた水平移動で連れてきますで手離してもここで噛んでるので落ちませんで今ねグーでグーで握りました襟をでねこのままこう引っ張って5センチ上げるんですねで左手自由になりますなぜかっていうとしっかり体に巻きついてるので中下りないんですねでこの時に噛んでるキレをこうグーで後ろに引きながらね 噛んでるキレをここで優しく抜いてあげます。優しく抜いてあげます。でね、お尻の形がピタッと出るでしょ。で、ピタッと巻かれてるんですね。で、もしこの時ゆるゆるだったら、身厚から中入れて、襟掴んで、で、キュッと、キュッと引いた状態で一回前に引いて、かぶせ直してください。これで十分にピタッと。 ピタッとお尻にね、あの,お尻のね、この形が見えるっていうくらいキュッとこれね、ずっとこんなもの続きませんから動き出したら適度に緩むんで心配しないでお,ひお尻の形がわかるの嫌とかってね、思った人もいるかもしれないですけど今噛んでるところを抜きました。ここに障害物はありません。ググーーでで握っています。すそのグーにですね、紐 私はすずろ腰ひもを使うことが多いんですけれどもこのちょうど真ん中をね持ってで前に今ねこの指のところにひもを締めていきますだから自分がひもを締めたいところにこの指の位置があるといいですねでね前にこう引いてこれもで体に当てますもうこれでねあと締める必要ないんですよこれはゴムになってるからですけどゴムでなくともそうやってキュッと 締めるように引き,引きながら後ろに連れて行ったらもうねこれでね完璧に入ってんです入ってるんですで後ろで締め付ける必要ないですねで前に連れてきたらこれね切ってなかったな私普通はねここで切っちゃいます腰ひも全部切っちゃってこのままねじってキュッと挟んだらもうここで完結ここで完結こんなね大したことでない ないことなんだけどこれを後ろに連れてって挟むっていうのはひと手間なんですよで、ね、どれだけ、ね、手抜くためにあの努力しているかわかるでしょ、ねまあ、これで一本になりますねであの全然きちっと体に当たってればちょうちょにしたりとか,あのからあの締め付けるとかっていう必要ないですあの普通のモスとか麺の腰紐だったら2回から上げてキュッとしてで こうやって挟むとななおさら心配ないですからねやってみてみくださいで上ですねこの時点でね一回めくってえもん抜きがちゃんと出てるかを確かめます。ね、であとね着物の重みで必ず緩みますからここで引いておく。ねこっちの前の襟もなんか緩んだなと思ったらここの脇に出てることを確かめた方がねあとでお手,お手洗いに行った時なんかも引きやすいので必ず。 こうやっててて両サイド見くください引いてくだささいいい引できちっとなったなと思ったら下ろしてで,す、ね、してであとはこれトントン,トントンしてきじめをトントンしてすとんとんすって感じですねこうトントンすって感じですねこうやってきじめを整えてあげてですねでここで初めてセンター取ります今掛け理がこんな状態、まあ、大体こうなってますよねでね これを動かすときこう引かないで必ず一回後ろにね引き直してで浮かしてからこっち連れてきてくださいこれねなんでこんなこと言うかっていうと生地がこうなったらこうなりますよってこう入れたものはこう作用しますっていうふうに言ってる体から生地を動かすとき一回離してですねそれでこっちにで前にも言いましたドセンター取らずに大体背中心は 左肩の方に動きますからその自覚のある人はここでセンターを2センチぐらいずらして長く取ってくださいもうこれだけでセ,センターに、ね、気にしなくていいですからねでこのまま奥入れてですねであっ降臨ベルト <laughs> あ,あ降臨ベルト忘れてきちゃった今取りに行ってる <laughs> きました降臨ベルトはいでここの中でね止めてでこう上げてくるんです私ねこっちは下ろしながら下ろしながら上げてきてで後輪ベルトで襟をキュッと引きながら後ろ回してでえり折って止めるってねでこの。 おはしょりをねキュッキュッと引いてですね。でかなりちょっと短めに作ってあります。でねわざとこうしてるんですよ。でね後ろもこうやって整えて整えてここの脇ここの脇もちょうどここの高さになるようにあの余計な切れは奥に入れ込んでですね。でこうやって下ろしてくる。あちょっと下りないね。これですね。こんな風にしてあげるといいかな。 で後輪ベルトの位置ですけど相当低いと思いませんか多分皆さん止めてるのってこっちが多いと思うんですけど私低い位置で止めますどうして後輪ベルトの力でゴムもね、えっと、体にちょうど当たりますっていうくらいでこういうこのぐらいのね体にちょっと当たってますよきちっとね でね、こうするとね背中背中のシワ取るのはこうやって引いただけでいいんですよね紐締めたりすると結構生地が動き,動きにくかったりしますけどこうすると,あのと背中のシワが取りやすいそれとね何で下で止めるかっていうと痛くないからです痛くなくってしかもじゃあこのリンベルトの力ってどこにかけてるのって私はここにかけてるんですよここを引いてますリンベルトのだからあの極端な話こうやって 上向けて止めるみたいなイメージなんですよね。で、それを下に下ろしてくるようなイメージだと程よく襟が抑えられて、えー、着物の着付けこれで完了です。<laughs> 実はね、えー、っとこの上にまあべっぴんを帯た。実はね、あのー、挟み込むテイストのものを帯びたをする時もえー、っといきなり帯巻いちゃうんですよ。 ここに胸ひももて締めも使ってません。何にもないとね、手が簡単に入れられて、すっごい楽ちんです。ただ、怖かったらね、胸ひもなり立て締めなり止めてください。あと、おはしょりが長い場合も直し方があります。この辺の詳しいことは、来週またやります。細かいところ、アップとかは全部来週やりますので、2週続けてみなくてはいけません。ということで、今週はおしまいです。どうもありがとうございました。